エビ、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 エビは、節足動物門、甲角ア門、軟南光図が、十脚目、エビ目のうち、カニ下目、メ、タ類とヤドカリ下目、イオル以外のすべての種の総称である。すなわち、かつての長尾類、長尾ア目にあたる。現在、長尾ア目という分類群は廃止されており、学術的な分類ではなく、便宜上の区分である。 10脚目、エビ目から、カニやドカリという腹部が、特殊化した2つの系統を除いた残りの側系統で、あり、単系統ではない。この定義では、ザリガニもエビに含まれる。和語の、エビは、もともとはブドウ、あるいはその色のことだった。ブドウの色に似ていることから、エビ、エビのことを、エビと呼ぶようになった。現在でも、エビ色と書いて、エビ色とも読む。漢字表記の、 エビや、エビの字は曲がった腰と長い髭を老人に見立てたものである。漢字表記の、エビや、エビの字は中国でもエビを意味する漢字である。漢字表記について一部では、伊勢エビなどの海底を歩行する大型のエビ類を、エビ、またはエビ、桜エビなどの海中を泳ぐ小型のエビを、エビ、エビ、またはエビと表記すると言われているが、実際にはそこまで、 厳格に区別しているわけではない。英語における故障は大きさにより分けられており、伊勢エビ程度のサイズで、ロブスター、車エビ程度で、プローン、小さなエビはシュリンプと呼ばれる。なお、カブトエビ、ホーネンエビ、カイエビ、ヨコエビ、シャコ、オキアミ、カブトガニなどは名前にエビとついていたり、姿形がエビと類似しているが、エビ目ではない。 形態の類似はもっぱら、10脚目の中で原始的な形態を残しているエビと共有原始形質が共通しているに過ぎない。体表は基地室の殻に覆われ、東胸部と腹部に大きく分けられる。頭部と胸部は東京港で繋がる。複眼の間に角角という尖った角があり、これの形状も種類を判別する手がかりの一つになる。 東京港内の不足の近くにエラを持ち、呼吸を行う。ヤドカリアカニには、陸上生活できる者も,もいるが、エビには乾燥した陸上で生活できる種類はいない。ただしモエビカの木登りエビは湿った陸上で活動する。東京部には13体、26本もの付属子があり、前の方から2体の触角、大顎、2体の小顎、3体の顎足、 五体の不足へと変化している。触覚は、周囲の様子を探る機関。大顎と小顎は餌を咀嚼する機関。顎足は餌を掴んだり、小さくちぎったりする機関。不足は歩くための機関である。分類群によっては、顎足や不足の先がハサミに変化しており、このような足をハサミ足、橋脚、またはハサミ足、観客と呼ぶ。ザリガニやロブスターなどはハサミ足が、 特に大きく発達し、敵に対して大きく振りかざして威嚇したり、敵を挟んで撃退することもある。腹部は六節に分かれ、それぞれの節が復興に覆われ、内部は消化管を囲むように筋肉が発達する。腹節の下部には、腹子を持ち、泳ぐ時や卵を抱えるときに使う。ビブ、尻尾は、中央の微節と左右に二体の押しがあり。 汚染という扇子のような構造となる。敵に襲われた時は腹部を勢いよく、下に曲げ、大きく、後ろへ飛び抜いて逃げる動作を行う。卵から生まれた子供は、親とは異なった体型で、妖精と呼ばれる。妖精は水中を漂う、プランクトン生活を送り、脱皮を繰り返して変態し、小さなエビの姿となる。ザリガニ類や、南ナエビなど、分類群によっては、 卵の中で変態し、親とほぼ同じ体型で生まれてくるものもある。多くの種類があって、河川から深海まであらゆる水環境に生息する。食用や干渉用として、人との関わりが深い種類も多い。ほとんどのエビが食用にされ、大小様々なエビが漁獲、消費されている。陸上の昆虫などと異なり、少ない労力で大量に捕獲できるため、 世界中で利用されている。ブラックタイガーなどの場合、販売時には、下処理の方法によってあり頭エビと、無頭エビに分けて表示されることが多い。肌や髪のつや針に作用するタウリにや、骨を丈夫にするカルシウムが含まれている。天ぷらなどのエビの調理の際には、背わたを取り、尾の先端を切る下処理が行われることも多い。背わたとともに、腹わたを取ることもある。 エビを使った料理は、刺身、ゆでエビ、焼きエビ、つくだ煮、グラタン、寿司、天ぷら、エビフライ、エビ団子、ハトシ、シュウマイ、餃子、エビチリ、炒め物、鉄板焼きなど足したようである。スナック菓子としても、せんべい、エビ仙、エビ満月、シュリンプロールなどが作られている。食物アレルギーを起こしやすい食品とされる。日本では、 食品衛生法第19条第1項の規定に基づく表示の基準に関する内閣府令別表第4により特定原材料に指定されており食品衛生法第19条の適用を受けるためエビを原材料として含む製品を販売する場合にはエビを原材料に使用している旨を表示する義務がある他にも同様に特定原材料に指定されている 漁法としては主に差し網、都市採捕、カゴ、銅を用いた漁法によって漁獲する。第一種共同漁業権対象のものと、それ以外のものがある。スジエビ、テナガエビなどの内水面に生息するもので、第五種共同漁業権が設定されているものもある。ウシエビ、ブラックタイガーなどのエビは、東南アジアを中心とする海外で大規模に養殖されている。 これらの海外養殖では養殖場確保のためにマングローブ林が伐採され養殖後は汚染された湿地が残されるなど環境問題も指摘されている。なお海外のエビ養殖の多くは日本及びアメリカ向け輸出用の生産が大半を占めている。エビの養殖場では下記の感染症などが発生し問題となる受精卵を水中に放出するネーラー目。 デンドラブランキタと、産んだ卵を腹足に抱えて保護するホーランアモク、プリオサヤマタに大きく分けることができ、イオシタメとタンオシタメは、ホーランアモクの解分類となる。以下の分類は、デグレーブエアル2009による、クルマエビアモクとも呼ばれる。メスは受精卵を腹足に抱かず、そのまま水中へ放出する。卵は水中を浮遊しながら発生し、 幼生期をプランクトンとして生活する。メスが受精卵を腹足に抱え、孵化まで保護する。エビアモクとも呼ばれる。ネエラアモクと同じく幼生期をプランクトンとして過ごすが、種類によっては卵の中で幼生期を過ごし孵化する。ヤドカリアカにもホーランアモクに含まれる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。